い、それでは早速始めていきたいと思います。まずベースからです。ベースはこちらを使っていきます。クリオのキルカバーグロウクッションの04番を使っていきます。乗せます。このクッションファンデは普段使いもしていて、もう4個目ぐらいですね。自分の肌に合うクッションファンデになかなか出会えなかったんですけど、これはなんか明るいのに日本人の肌にすごい合う色みたいで、あんまり色が浮かないので、私はこれがすごい好きで、色があるメイクとかをするときは肌は結構白めの方が色が出やすいので、いつもこれを使ってます。結構カバー力があるのでコンシーラーは使わずに。なんかちょっと今日上からも照明を当ててるんですけど、どうだろう、見づらいかな、明るい、暗い、こんぐらいなんだな。これちょっと微笑、調節が難しい、これぐらいかな。はい、そしたら眉毛に入っていきたいと思います。眉毛はこちらを使っていきます。レブロンのカラーステイブローライツの408番です。これ面白くてめっちゃ太いんですよ。私量産型メイクってなんかすごい DM とかでやってほしいっていうのを着てて、いろいろ調べて知ったんですけど、ちょっと近いものがあって、なんでかっていうと、私中学生の時にロリータだったんですよ。ロリータの格好をしてたんですよ、私服で。結構そういうなんかメルヘンな格好がすごい好きで、現場とかにウサギのぬいぐるみ持って行ってたりとかして、ちょっと痛い私やばかったんですよ暴露したけど知ってる人は多分知ってくださってると思うんですけど、そうなんです。だからその時をちょっと思い出しながらやりたいと思います。フリルのカチューシャみたいのをつけて現場に行ってました。すごいやばかったです。とりあえず今思うとちょっと自分の中では黒歴史なんですけど、その時みたいなちょっと甘い感じのメイクをしていきたいと思います。アイブロウを使って眉毛を描いていきます。平行眉毛にしますね。太いというより平行ですよ。平行とか困り眉毛なのかなちょっと楽しみながらやりたいと思います。今日はやるからにはちょっととことんやりたいですよね。私メイクがすごい好きなので、いろんなメイクやってみたい。ちょっと太くなっちゃった。ブラシでなじまします。めっちゃつくこれ。なんか眉毛難しい、変な形になっちゃった。出してこのアイブロウの使い方が合ってるのかちょっと分かんないんですけど、あ、それで思い出した。私ピチレモンっていう雑誌がデビューだったんですけど、ピチレモンではカジュアル担当だったんですよ。なんか前のカジュアルっていう、なんか前カジっていう企画とかをよくやらせていただいてたんですけど、その前カジを定着させるために私服もカジュアルで来てくださいっていう、本当は私服って決まりとかないじゃないですか。私だけそのファックスだったんですよ。その時ファックスで仕事の詳細とかが送られてくるんですけど、そこに私服持参みたいなの書いてあって、かっこ前のはカジュアルな服でお願いしますって書いてあって、さすがに私もロリータの格好で撮影の私服としては持っていかなかったけど、いつも決まりで書いてありました。そんな裏話があります。ちょっとアイシャドウ、これを使っていきたいと思います。これノンティーズの方からプレゼントしていただいたんですけど、ありがとうございます。ジル・スチュアートのクリスタルブルームジェリービジューの05番を使っていきます。こういう感じのラメです。プニプニしてるんですよ。プニプニプニ。これをアイホール全体にのせていきます。はい、そしたらこの今の色を下にものせていきます。はい、そしたら色味はちょっと後で足していきたいと思います。涙袋の影を描いていきます。結構わかりやすく、いつもはちょっとなじませたりするんですけど、今日は大上目に。そしたらアイラインを引いていきます。アイラインは垂れ目にします。なんかこれでも買ってから垂れ目にします。いきます。
すごい、それ目になった。いきます。こんな感じかな。はい、そしたらですね、こちらを使って、あ、アイラインの自己紹介じゃない、違えた。アイラインの名前言うの忘れた、自己紹介かな。はい、プチシューのラスティングリキッドアイライナーです。もう最近こればっかり。はい、そしてアイシャドウを使っていきます。スックのデザイニングカラーアイズの128番です。こんな色。これのブラウンとちょっとこのピンクを混ぜて、マスカラします。まつげ多分マスカラしっかりしたらなんかちょっとギャルっぽくなっちゃうのかな。だからマスカラはちょっとあんまり目立たないようにしたのかな。黒の方がいいですかね。いいですかね。黒の方がいいですかね。はい、なんか調べたら黒のマスカラを塗ってる方が多かったので、ちょっと黒のマスカラ入れたいと思います。いつものヘレナのコブラブラックを使っていきます。まつげしっかりの方がぽいのかな。ギャルにならないか不安。メイク濃くするとなんか私ギャルっぽくなっちゃうんですよね。今のところ大丈夫そうかな。そしたら下マスカラをする前にインラインを引いていきます。メイベリンの EV ラスティングジェルライナーエクストーラースリムのブラックです。引きます。下マスカラを乗せていきます。下マスカラは赤の方がいいのか。なんかメンヘラメイクみたいになっちゃいそうだから黒でやりますね。もう息がなくなってきちゃった。そしたら涙袋にラメを入れていきたいと思います。こちらを使っていきます。スックのトーンタッチアイズの12番です。これをブラシに取って目の下に、黒目の下に、そしたらチークをのせていきます。チークどっちにしようかな。青みピンク系かピンク、どっちがいいかな。リップをのせよう。なんかリップも迷ってるんですよね。濃いのかな。どういうリップをするんだろう。こういう系。ちょっとこっちをのせていきたいと思います。ディオールの、ディオールアディクト、ステラグロスの976番。え、違うかも。違うかも。わかんない。リップってどうやるんだろう。赤リップかな。赤リップにしてみよう。 3CE のニューモーションという色。こっちのが近いかこっちにしときます。そしたらチークはこれにしようかな。ジバンシーのプリズムブラッシュの6番を使っていきます。これのこっちの色、紫っぽい色を取って、いった、これで、あ、カラコン、最後にカラコンをつけていきます。使うのはフランミーのメープルシフォンです。これは私普段も使ってて、お人形っぽくしたい時はこのカラコンつけてます。どうしよう、カラコンつけた瞬間一気にギャルっぽくなってしまった。とりあえず髪の毛やって考えます。
髪の毛はハーフツインのイメージがあるので、ちょっとハーフツインをしようかな。髪をじゃあ巻きます。え、カラコンしたら怖くなった。大丈夫かな。一回外跳ねします。いつもは結構手でほぐすんですけど、ほぐさないでカールを残して巻いていきます。ミックス巻きです。ちょっと中外、絶対カラコンミスった気がする。なんか浮いてるよねカラコン。髪の毛やったら、あ、ほぐしてしまった。やばい、癖でほぐしちゃった。もうハーフツインしちゃうのでざっくりで大丈夫。絶対ほぐしちゃう気がする。気をつけないと。ロリータやった時によくモデルの友達と遊びに行く時に、なんか待ち合わせする時に絶対すぐ見つけられるって言われました。遠くにいても目立つらしいフリフリの言い方さしていました。そんな時もありました。でも今見てもロリータの子はすごい可愛いと思う。私もやっぱり今見ても可愛いものやっぱ好きなので、またやりたいなーっていう気持ちはすごいあります。わ、この顔周りの毛とかも大事そう。久々にこの毛を下ろしてみようかな。前髪がちょっと長いからな、どうしようかな。こういう系かな。ちょっとやってみよう。くるっとやって。こんな感じじゃない？違うかな。昔の自分を思い出してきた。もう一回ぐらい巻いとこう。よし、ハーフツインをやっていきたいと思います。いつもだったらね、これ入れてハーフツインとかやるときはするけど、こういう感じかな。こんなん大丈夫かなって、こんなハーフツインをやる日が来るとは思ってもいなかったって。え、量少ないかな。こんな感じ、意外ともっと下なのかな。ハーフツインもよく知ってました、若かりし頃は。やってました。こんな感じかな。巻きが強すぎたかも。まあいっか、ちょっとごまかして、ごまかしきれないけどごまかします。え、こんなんでいいのかな。はい、ということで完成しました。イエーイ。大丈夫かな。こんな感じですかね。ちょっと私のお家にある可愛い系の洋服がこういうのしかなくて、全然違うかもしれないんですけど、なんか黒いスカートと合わせてみました。あ、あれだよね、なんかこういうキャラクターのさ、ピンをさ、こんな感じ。ということで、ちょっと今日は私が知っている限りの情報をちょっとかき集めてやった量産型メイクを挑戦してみました。ちょっと大丈夫ではないと思うんですけど、ちょっと私も頑張ってみたので、温かく見てください。温かい目で見てください。はい、ということで今日の動画良かった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。なんか恥ずかしくなってきた。それでは皆さん、おやすみ。ミルクティー、同担拒否。クッションファンデってなかなか自分の肌に合うクッションファンデになかなか出会えなかったんですけど、なかなかって2回言っちゃった。やばい、怖くなっちゃった。大丈夫かな、なんか怖くなってしまった。